セットクレヨンしんちゃん、イエーイ。ランチクロス、折りたたみランチケース、うん、それスプーンフォークセット、スプーンフォークセットか、ランチトートバッグ、折りたたみ弁当、ママ弁当みたい。ではくじを引いてみたいと思います。はい、この中に1から4まで書いてあるので引いてください。四角くました。はい、いいよ、いいよ。はい、何番ですか？1番。何番ですか？4番、2番か。5番。2番？じゃあ誰から行く？はい、あ、これ。4。4？ じゃあリコこちら。5番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 ない。リコこちゃんはこちらです。開けてみて。ここに書いてあると思った。開けて。どうぞ。じゃあ、じゃあ3番はママね。うん、もし3番がママだったら、あ、スプーンフォークじゃん。本当だ。お、本当だ。あー、いいじゃん。かわいい。ママ、トントまでじゃん。うん。トントまで。それ使う？うん、うん、私2番目に欲しかったやつだ。私も欲しかったの。はい、リココちゃん出たのはこちらのスプーンとフォークです。はーい、はーい、かわいい、いいね。誰行く？いいの出たね。リココちゃんにぴったりでした。次はセラちゃんかな。はい、何番ですか？クリランチパックじゃなくて何番？1番。はい、1番の子、せーの、イエーイ。私はね、ランチパック。せいちゃんにはそれがランチパックに見えるそうです。おめでとう。はい、かいかいかい。あ、こっちもかい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 。はい、同じだったね。はい、ここみちゃんは何番ですか？2番です。2番ですか？いくよ、せーの。取られた。はい、どうぞ。長っ。大きいランチクロス。かわいいじゃん。お弁当の日にさ、包んでくれるよ。やっぱり3番が良かった。ここみちゃんのランチクロスはこちらです。最後こちら、ママ3番引いてます。はい、こちら。何かな、なんだろう。ママ引いてください。何かな。やった。何？ママ分かんない。ランチケース。それかも。それかも。だって硬いの。硬いの。じゃあ開けてみるね。多分ランチケースとかランチパックとか。お、あ、これだね。え、そうだ。え、これだね。せーの、ポン。あココちゃん。じゃあココミちゃんに開けてもらおうか。あ、わかるよ。ココミちゃん今日は前髪あげてるみたい。あ、ほんとだ。ちょっと。リココちゃんも意識してるみたいですよ。微妙になんか出来上がってませんが。ありがとう。ココちゃん作ってくれた弁当は何かな？あ、ママにくれるね。ありがとう。
じゃあ食べてみましょう。ない。あったあった。透明のサンドイッチ。アムアムアム。透明のサンドイッチ。アムアムアム。食べた。ごちそうさま。今日出たのはこちら。はい、みんなが欲しかったランチケースとランチパックとこちらランチシート、ランチクラスとスプーンとフォークです。でも一番このスプーンとフォークが一番使えるんじゃない？うん、ね、一番嬉しいのはこちらです ね。今日のところはこの辺で、今日のランチじゃんけんシャシャグーじゃんけんぽい、あいこでしょしょ、あいこの人はグーだよ、ママもグーだよ、はい、はい、あの姿勢をきれいに